ムンタザルア・イコールザイリは、イラクのジャーナリスト。ムンタゼル・アルザイリは、バグダード郊外のサドルシティ地区で育った。バグダード大学を卒業し、2005年に、イラクの衛星テレビ局アルバグダディアに入社。2年後に、バグダード北部のイスラム教スンラハ地区を取材中、武装集団に拉致された。同局が放送で解放を訴えたところ、数日後に解放、帰宅できたが、犯人は、 現在も逮捕されていない。2008年1月、米軍が在儀の自宅アパートを家宅捜索し、拘束されたが翌日に解放され、米軍から謝罪を受けた。ブッシュとマーリキーの会見中に靴が投げられた瞬間、ま一発でブッシュ大統領は避けている。2008年12月14日、イラクのバグダードで行われたブッシュ米大統領の記者会見中、これは、 イラク人からの別れの挨拶だ。夫を失った女性と親を失った子供のためだ。犬目。などと叫びながら履いていた左右の靴を大統領に投げつけた。ブッシュは毎一発の判断で避け、在ィは警備員に取り押さえられた。この事件について、米国内のマスコミは、イラク訪問は台無しになったサッタームフセインを打倒し、イラクの占領統治を命じ、 フセイン体制下では考えられなかった自由をもたらした男に対するイラク国民の寄与方変を極めて象徴的に表したなどと報道した。一方アラブ世界や米国のイラク攻撃を支持しない、人の間では彼を英雄と称賛する声も目立ち、イラク国内では法イラクをしたブッシュ大統領への抗議と絡めて在理の釈放を求めるデモも模様された。この行動をもとにした。 インターネットゲームも世界中でアクセスされている。イランでも在ィへの共感が広がっていて、12月24日には学生有志がブッシュ大統領に見立てた着ぐるみに靴をぶつけるパフォーマンスを含んだデモを行った。また、中華人民共和国の掲示板でもこの記者の行動は絶賛されている。拘束された在ィは後にマーリキー首相に送った書簡で、 自らの行為を、襲悪だったと反省し、寛大な処置を求めている。しかし、AP 通信が伝える、その後の在理の家族の話では、この謝罪は在理への拷問の結果であり、在理はその後も後悔していないという。釈放後の本人もその旨を語っている。また、ベネズエラのチャベス大統領は在理に靴を投げつけられた、ブッシュ米大統領を笑っていた。 2009年1月に、イラクのティクリートにある米軍の攻撃などで親を、失った子供を支援する施設に、彼の栄誉を称える巨大な靴のブロンズ像が設置されたが、サラーフディーン県知事の命令で、一般公開から2日で撤去された。2009年3月、イラクの裁判所で在理は訪問中の国家元首に、対する暴行罪で、禁錮3年の刑を言い渡された。 2009年4月7日、担当弁護士は控訴裁判所が在留を禁固1年に減刑する決定を下したと明らかにした。弁護士によると、犯行の動機や、まだ若いこと、犯罪歴がないことなどが考慮されたと説明した。服役態度が良いことも判断材料になったという2009年9月14日に釈放されることとなり、すでに複数のメディアから仕事の依頼が来ているものの、 今後のキャリアについては、まだ検討中であるとも明かした。在理が所属する、テレビ局幹部によると、週刊中も給与が支払われていたほか、バグダードには住居も用意されている。週刊中に給与をもらい会社に復帰する予定の彼が、いかに家融資されているのかが伺える。2009年12月1日、在理は、パリで、記者会見中に、今度は逆に自称、記者を名乗る。 イラク人から靴を投げられた。この記者会見は、イラクの戦争犠牲者についての活動のために、ザイディが開いたもので、テレビの映像によると、投げつけられた靴はザイディに当たらなかった。フランスのメディアによると、今回靴を投げた、イラク人は、ブッシュ政権のイラク政策を支持する発言をし、ザイディが独裁主義に同調していると非難していたという。 2018年の議会選挙に出馬するため帰国。選挙戦では腐敗との戦いを掲げたが落選した。ありがとうございます。